藤田和恵は、日本の政治家。立憲民主党福岡県総支部連合会顧問。福岡県議会議員、衆議院議員、厚生労働大臣政務官、民主党福岡県連幹事長、旧立憲民主党福岡県連幹事長などを、歴任。東京都出身。明治大学法学部中退。結婚を機に、福岡市へ移る。1975年。 財団法人福岡市学校給食公社入社。労働組合を結成し、学校給食を考える福岡市連絡会議を設立。1987年、日本社会党から福岡県議会議員選挙に福岡市沢楽選挙区から立候補し、初当選。福岡県議3期目の途中で辞職して、1998年の 第18回参議院議員通常選挙に福岡県選挙区から部所属で出馬するが落選。その後民主党に入党。2000年の第42回衆議院議員総選挙には民主党公認で福岡三区から出馬するが自由民主党の太田誠一に敗北し、重複立候補していた比例九州ブロックでの復活、必ず落選。二千三年の 第43回衆議院議員総選挙では、同年に発覚した早稲田大学のイベントサークル、スーパーフリーによる、強姦事件について、レイプを容認するかのような発言をした、対立候補の大田が落選し、藤田が福岡3区で当選した。しかし2005年の第44回衆議院議員総選挙では再び、大田に敗れ、比例復活もならず落選。2009年の、 第45回衆議院議員総選挙では、再度大田を下し、国政に復帰。国会議員時代は、菅直人の側近だった。2011年、厚生労働大臣政務官に就任。2012年の第46回衆議院議員総選挙では、大田が政界を引退したことに伴い公募で、選ばれた自民党新人候補の子が圧氏に敗れ、比例復活ならず落選。 2014年の第47回衆議院議員総選挙でも小川内氏に敗れ比例復活ならず落選。2015年6月政界引退の意向を示した。2015年7月に女性と政治研究所を設立。その後、福岡産区総支部長を山内光一に譲り、2016年に結成された民進党では福岡県連男女友堂さんが 人権委員長及び福岡3区総支部長代行を務めた。2017年第48回衆議院議員総選挙では立憲民主党から比例九州ブロック7位で出馬するも落選。2020年の立憲民主党結成後は同党福岡県総支部連合会顧問。ありがとうございます。